なるほど。これ、うん、これぐらい。これ、皆さん、皆さん、いい香り、バカうまいやつ、いい香り、香りがないけどね。じゃあちょっとヒューズ開けてみて、どんな今日の鍋が。今日のね、おお、これやばいわ。あ、その椎茸ちゃうわ。椎茸嫌いなの。椎茸みたいな頭して何言ってんだよね。うまいね。うまい、うまい、本当にうまい。じゃあもっとうまいの食おうぜ。これまだあれ、あ、なんか不吉な、不吉な予感。どうですか、鶴君。最高ですよ。鍋。いつも最高ですよ。鍋。えぐっちゃ。やっぱりね、こういう暑い日は鍋食わないとね。じゃあ今日もう帰ろうか。もう帰るから。乾杯しよう。うん、じゃあよろしくお願いします、皆さん。お願いします。これ誰のマッコリ？長さん？わあ、もっこりさせてる場合じゃないやん。今日も滑ったね。今日もね。今日も滑ったね。今日も滑るわけね。ギャグの外しとルアーの話は俺がうまいから。うちの嫁もこういうの作ってくれないのにな。こういうなんていうか鍋をあれだね、香りが出る携帯電話作った方がいいよね。作っちゃう。臭いだけだよね。平行いたり。なんで俺のアップなの。おかしい。ご飯がまずくなりそうだね。またオールスターの時みんなに暇人2人って書かれてる。書かれたの。暇人2人書かれたの。いや、わかんないわかんない。そうな。俺はずっと暇だからね。なんかあったな、そういうの。作んないよ。捕まれよ。いけいけ。取って割るの、割るの、それ。はいはい。はい、入れるよ。割ってみてよ、ポリジンって。何やって、あ、大丈夫だよ。いける。よし、じゃあ入れてあげる。はい、みんなお皿貸して。はいはいはい、うん、お皿お皿。なんで俺のばっか写真撮んの。4年生なんですよ。何やってんの。バカ話撮ってるよ。やっぱほんとウージでバイケした方がいいよ。そうっすね、ウージおすすめですからね、マジで。俺、女の子めちゃめちゃいいよ。マジっすか。え、可愛いの。女の子あっ、可愛い。女の子めちゃめちゃ可愛い。な、誰がこの子。スクレーパーの伝統みたいな。美咲ちゃんだろ。あー、あるっすよ。あるっすよ。あれ、超可愛い。あとは有馬さんだろ。やめたい、有馬さん。え、有馬さんやめた。やめたんだ。俺も最近行ってないからね。気抜いただろ。何の話で。いや、しかし鍋うまかったな。美味しかった。また明日もやろうよ。何撮ってんの。何や。鍋よ。鍋、鍋明日もやろうよ。仕事だ、明日。いいよ、仕事なんて。仕事なんてすっから人生しょうもないんだよ。鍋だけ食っときゃ幸せだろ。ね、やめたほうがいいだな。え、やめたほうがいいですけど。だね。仕事大事だよ。だね。ごめんね。ごめんね。ほんとごめん。ごめん、ほんとごめん。すげえ物分かり。間違えた。間違えた、ごめん。まだ撮るのさ。じゃあ、来週やろう、また。何鍋よ。来週来ないよ、俺。え、ひどいね。今年も終わり。誰も来ないよ、ね、今年タワラ終わり、俺。煙に来なかったら誰も来ない。だって忘年会ですもんね。そうだね。いつ？今日。ちょうどうまいから。うまいっす。何回飯食ってなかったの？そうっす。マジで腹減りすぎて。今大学何年生？まだ1年生です。彼女できた？できないっす。彼女募集中です。皆さんお願いしまーす。モテない理由が分かった。いや、モテない理由じゃない。あのお笑い芸人のなんか臭くってたやつ似てない？誰っす？公園で臭くってたやつ。誰っすか？え、あ、キリン田村。はい、キリン田村っていうの？キリン田村っ、ね、似てるって、似てるってなんでしょ？いや、それどちらかというと、榎本トキス。かっこいい方か。そうか、榎本ですね。あの兄弟に似てたんですね。あ、 It's promise。 もうやばいわ。やばいわ、行っちゃってる。もう童貞だわ。なに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 、もう一回言ってみて。童貞だ、これは。もうこれあれだよ、地元ちんちん。地元ちんちん。いや、そうですね、仲間でやって。みんな最初は童貞だよ。いや、俺ずっと未だに童貞だよ。